前川ダムは、山形県上野山市、一級河川、最上川水系、前川支流に建設されたダムである。山形県、村山総合市長建設部、山形統合ダム管理課が管理する、県営ダムで、高さ50メートルのロックフィルダム。前川及び合流する須川の治水を目的に、国庫の補助を受けて建設された、補助治水ダムである。 前川から導水路で前川支流の消火線に洪水を導水し、ダムに貯水して洪水調節を行う河道外貯留方式を用いているのが特徴である。ダムによって形成された人造湖は特に名称が付けられていないが、媒体によっては中川湖と称される場合がある。県内2番目の治水ダムで1982年に完成。 全国でも珍しい稼働外貯留方式でダムに水を取り入れている。ダム建設の理由としては、たびたび起こっていた、上山市街地を流れる前川沿いの洪水を防ぐため、溶水不足を防ぐための水を確保するための二つである。建設前そこは、中川池であった。ダム建設により、中川池は水没したが、ただし川地の従前の機能を保障するために、 現在も有効貯水量50万立方メートルを確保している。施向は株式会社間組。総工事費は122億6600万円。ダムサイトには前川ダム記念碑混流協賛会の記念費が立っている。ダム湖は山形県を代表する釣り場となっており、釣り客が多い。ヘラブナやブラックバスなどが釣れる。また過去にマミズクラゲが釣れたこともある。 これは、非常に珍しく、県内にあるクラゲ飼育展示種類数世界一で、知られる、カモ水族館に展示された。ボートでの遊泳は禁止で陸地での釣りしかできない。最寄り駅は、宇前中山駅で東へ1キロメートル行ったところに、ある。前川は最上川水系、菅川の左支線。南陽市新田の丘陵地を源流とし、国道13号、大宇本線沿いを北上し、 上山市街を流れ、須川に交流する。流路延長1 6トル流域面積78平方キロメートル南陽市小岩沢には分水口を設けており、導水管により、ダムに貯留するという洪水調節を行っている。これは、前川の流れる場所はダムを建設するのに適地でないからである。分水口から、 貯水池までの区間は2891.1メートル。1978年に着手し、ダム完成同時期の1982年に完成。ありがとうございます。